おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。ネギ塩レモンそうめんです。これね、何年か前になんかでかちらっと見かけたのをね、アレンジしてます。何だったかな、忘れちゃった。で、私の分量で適当にねアレンジしてるからね長ネギはねみじん切りです。十字に切り込み入れてキャッシャッシャッシャッって切ったらいいよ。で、レモンは薄切りでもね、このレモンはトッピングだからなくても大丈夫だよ。後からレモン汁をどうせ使うからね。まあこれがね簡単ですごい美味しいんですよ。で、左側がネギ塩だれで、右側がスープの方を作っていくんだけど、そうだね、小さじ半分ぐらいずつおろしニンニクを入れて、鶏ガラだしもだいたい小さじ半分ぐらいかな。あの一番最後にね、また一応分量は書いてる。で、塩を小さじ、どんぐらいだった、最後にね分量書いてる。ごめんね、ごめんなさい、分量書いてるので、しっかり混ぜるよ。そしてね、このネギ塩だれもスープの方もさ、使ってる鶏ガラだしとかでメーカーによって塩味が違うじゃん、あの塩気が。だからね、最後でね、そこはねペロッと味見をして微調整してね、濃かったら薄めて、薄かったら足して微調整してみて。もうね、今日はすごい簡単な1分ちょっとの動画だった最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。